始まりましたね。はい、とある石舞台、こんにちは。石舞台ってなんだ、まあ巨石ですね。巨石のなんか、まあ、ちょっと由緒ある観光地というか、まあ、あの観光に来る人はほぼいない、なのであの存分に独り言を言っても、恥ずかしくない環境におります。はい、平坂なお呼ぶでございます。しとしと雨が降る中、そこの東屋にある屋根の下でウクレレを弾いて歌おうと思います。マイクが遠くなると、声が小さくなるよね。喋り声が小さくなるのでね、でもやっぱ変だな、やっぱこうやって、近くで喋、るのが自然かなと思ったので、じゃあ、しとしと雨が降っております。まあやろうと思います。大丈夫かな。出たような。
かずっと忘れてたようなずっと覚えてたようなありがとうございます。イエイ。どうもありがとうございます。なんか、うん、あ、ダメだ、見えないです。ん、始まっている、始まっていますよね。うん、あ、8分過ぎて、あ、お一人ぐらい見てくれてるのかな。ありがとうございます。こうやってね、あ、そうそう、配信となんかいろいろと配信予定として予告動画も作って、今の15時から30分配信ライブしますって言って、これでいいのかな、これでツイキャスのアプリから動画配信したら URL 変わったりしてないのかなという、ちょっと器具があるんですけど、使い方がよく分かってないんで、なんか、そう、予告の URL から来て見れるのかなって。ツイキャスの僕のページはライブした時は同じ URL なのかな。うん、そこら辺がよく分かんないんで、まあなんか教えてくれたりしたらありがたいっす。草が伸びてきましたね。うん、毎日、毎日でもないけど、雨が降って、今日もね、雨が降らなかったら色々とやることあったんだっけな、やることがありすぎて目が回っていたんだけど、雨が降るとなったので今度は別のやることが、田んぼの、去年イノシシに崩されたあぜをね、こうやってクワでもう一回作り直さなきゃいけないという、雨が降るとね、ちょっと土が固まりやすいんでね、雨が降ったらあぜ作り、晴れたら屋根のペンキ塗りみたいな予定で、そしてなんか草が生えてきたねなんてね、なんか蝶々が飛んでるねなんて言ってるうちに、草を刈らなければみたいな。この歌を歌おうかな。久しぶりだな、雑草。雑草また生える、雑草雑草、抜いても抜いても生えてくる雑草雑草、ちびもりょうやおよろず、至るところから雑草雑草、
死ぬまで一つ一緒にこの世でよろしくね。雑草雑草あんあんはにょきにょきにょ雑草雑草あんあんはにょきにょきにょにょきにょきにょき。ありがとうございます。どうもなんか拍手のようなものが見えました。ありがとうございます。うん、そうですね、結構面白い曲、受けを狙ったというか、なんか面白い曲もいっぱい作ってました。でも最近はなんかまあお調子者のキャラは苦手だったということが気づいてね。でもまあちょっと、こんなのはスッとするかなみたいな感じかな。歌います。ありがとうございます。パチパチしていただき、ありがとうございます。明後日日曜日にね、今月初めてのね、お店でのライブをします。大分のカンタループ、大分市の大分駅の近くにあるカンタループ2っていうところで、なんか名古屋の方からねずっとツアーして回っている森かおるさんって人と、気がつけば10年ぐらい前にお会いして、知り合っていたんですけれど、
声をかけていただき、あのライブすることになりました。もし大分が近い方がおられましたら、ぜひぜひ、ライブのにあの足を運んでみてください。ね、もう本当にね、ライブ配信もしでもいいし、もうあの路上にね行って、駅前とかでね、あのもう歌っていたいんですよ。ね、聞いてもらいたいとかっていうか、なんかね、聞いてもらうっていうか、あの歌える機会があったら歌っていたい。歌っていると歌になれるから、大事なんだよね、やっぱり。聞く人がどういう風に聞いてくれるかっていうのは、正直僕もね、なんつうんだろう、発信と受信があって、受信したら発信してるじゃない。受け取ったことを、なんか受け取ったから、そうだね、なんかその人が次の動きになれば、僕が歌っているように、僕はなんか歌ったりやっぱ踊っていたいなって思うんだよね。そうだから、いや僕としてはね、本当に、歌は自分で作って、そのなんかなんつうの歌えばそうなるじゃん。そうなるまで歌って、本気になって、歌の中に本気になったら、その歌そのものは生きれるから、そういう風に世の中を生きていくっていうのが現実、じゃないかなって思ってるんでね。そうだから、歌ったり踊ったり、あと最近ね、ノートって、そのブログ的なの書いたり、書くのもね、本当下書きで書いて公表してないのに、なんかそんな風にな出会いが現れたりとかするから、面白いなって思って、ね、思いが現れること、思いが現れるのはなんでかね、受動的なのか能動的なのか、能動的であると思ったら、何かからの影響を受けてそういうものが生まれた。その何かからの影響っていうのは、僕が生み出したものかもしれないという、そんな哲学を日々しています。そんな哲学の歌あったかな、なんか歌いたくなったな、そういうの。これ歌おう。ちょっとね、
たここにやってこれるかな。あなたは変わらずにずっとそこにいたんだね。私はかつてよりずっと年をとってまたここで会おう。とても長いイントロを弾いてしまいました。失礼しました。ぐちゃぐちゃっと。時間が、25分。あ、もうそろそろ終わりですね。じゃあ地球宇宙で終わろうと思います。こいつだった私。
かつて今という時は今だかつて今という時は地球宇宙地球宇宙いなくなった私。